乗っていけるという状況にあるんじゃないかと思いますけども、はい、相手はアテネオリンピックの銅メダリストユラックです。アテネオリンピックで井上康生との対戦はありませんでした。左組みのユラックと右組みの井上康生、2回戦が始まります。初戦は非常にいい組み手からの内股でした。42秒、まず組み手ですね。はい、はい、ユラックも初戦はオノラトに開始55秒出足払いで一本勝ち、見事な一本勝ちでしたね。はい、はい、締め足に行きます。井上康生はアテネオリンピックの後階級を上げて100キロを超えるクラスに階級を変えています。そういった意味でもこの無差別の可能杯がまた打ちまた行った、一本見事ですね。今度は開始45秒、見事な打ちまた一本勝ち。なんか強い井上康生が帰ってきたという感じですね。2試合ともに1分かからずに勝負を決めました。初戦2回戦の内股をご覧になって岡田さん、はい、内股の出来はどうでしょうか。いや全く問題ないと思います、はい、先ほども言いましたようにまず自分の組み手にさえ慣れれば、はい、内股で投げれるという自信を持って、試合していると思いますので、うん、もう一瞬自分の組み手になった瞬間にも入ってますから、はいはい、でもしっかりと右の引き手も引けています、はい、相手が怖がって腰を引けば余計この内股が効くんですね、はい、こう腰が曲がってますからね、はい、井上康生準々決勝進出。